早稲田合格塾どうだったのか。早稲田の中では一番こう生徒を通してあげるのがやっぱ苦労する学部だなという印象。法学部が一番なんかぶち抜けるかもしれない、文と教に関しては今回はね、まあ英語は難かったんでね、商社人科この3つの受験はどうやら相性がいいらしい。どうでしょう、ました。お待ちしております。さあ、今回は平田瀬也、早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、2023年度終わりましたね。はい、22-23 シーズン、はい、我々もう憔悴しきっております。頑張ったよ、よう頑張って。いや、俺はまだ3月なんでね、まだまだ、うん、あ、そっかそっか、それもあるのか。これからなんですよね。はい、まあ春季講習があったりだとか、うん、いろんな、まあ、でもね、振り返りが一応ほら受験生は終わったじゃない。いや、まあ、中期後期の人にめちゃめちゃ言われるけど。そうかそうかそうか、そうだよ。じゃあちょっと早稲田合格塾どうだったのか、はいはいはい、早稲田の状況ちょっと聞かせてくださいよ。はいはい、まあこれをね撮影している段階で、まあ分かってる範囲にはなってしまうんですけれども、そうね、特徴なのは、まあ、何人とかっていうところまでちょっと細かい数字って申し上げられないんですけど、そう、まだわかんないですかね。まだ、そうそうそう、だって補欠合格とかもあったりするんで、うん、それでもおいおいホームページに上げていきますけど、まず最初の文校からの感想を言っていくと、うん、文校ね、まあ、例年よりはちょっとやや多めではあったんだけど、うん、感覚的には、うん、だけどやっぱ文校一番受からせづらい、うん、なんやろうなこれって思ってて、ね、お前が落ちるかみたいな子がその文校一番多い印象、うん、で、まあ、初っ端だし、ね、初っ端、そう、初戦っていうのもあってやっぱ戦いづらいっていうのもあるんだろうけど、でも条件みんな一緒なんだけどなとも思いつつも、他の学部で勝つような子もなんか文校勝てないみたいな、うん、それはちょっとこう思ったなというのが一つある。なるほどね、うん、まあ、英語もむずいんでね。むずいのよ。むずいんですよ、そうなのよ、本当にね。国語もキモいしね、うんうん、かなりやっぱ早稲田のレベル、初戦でそれにボーンとやると、ね、そう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 、やっぱ違うんだな早稲田ってやる。そうなのよ、こう打つ兵とかいい加減やめてほしいんですよね、国語の問題とかね、うん、そうなんですね。まあ文校に関しては去年もそうだし一昨年もそうなんだけど、なんか体感的にはやっぱちょっと俺は早稲田の中では一番こう生徒を通してあげるのがやっぱ苦労する学部だなという印象。なるほど、うん、ただ多分補欠合格の数を加味した時に去年の感じよりも若干 2,3 人とかではあるけど多くなりそうな気はしてる。なるほど、うん、っていう感じかな、うん、次に来るのが法学部なんですけど、はいはいはい、法学部に関してはねちょっとびっくり。お、法学部が多分うちの塾は一番なんかぶち抜けるかもしんない。そうなんだ、うん、これはねなんか去年のね撮ってる動画とかでも俺ちょっと言ってるんだけど、うん、なんかもしかするとうちの塾と相性がいいのは法学部かもしんない。お、そうなんだ。だってうちの塾言うても高2学年の合わせて全体でまあ年間で在籍150人ぐらいなの、はい、でまあ途中で入ったり辞めたりもあるから、まあ常々100人ぐらいがいるみたいなとこなのよ。まあ受験生っていうと80人強ぐらいになってくるんだけど、その中で法学部受けるやつらってまあまあ限られるわけですよ。10人合格報告来てんだよ。もうなるほど、すごくない？段階で。そう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 。まあ、で、まあ、2、3人補欠合格がいるっていう感じなの、さらに。すごいと思いますよ、うん。ここの割合はすごいですよ。いや、そうなの。だからね、法学部、ちょっと結構、ほら、森哲ちゃんもうちの授業でいろいろ言ってくれてるじゃないですか。まあ、だから俺は法学部に届けるようになれっつって。ね。いや、だから、そこはなんかすごいちょっと嬉しいし、意外って言ったらちょっと変なんだけど、すごく、満足しています。法学部までは勝ち取れるから、うん、もう運ゲー要素がだいぶ減るから、うん、まあ、もう私も呼び込んによって答え分かれちゃいましたけど、でもまあ、法学部まではまだ届くことができるんで、そこのレベルまで到達をなんとか英語は、うん、まあ、後の上は運ゲーって言ってるんで、うんうん、はい、まあ、法学部対策いろいろやってますからね。で、国境に関してはまあそもそも受けるやつがまあ 4,5 人ぐらいしかいないんだけれども、2人か3人合格来てたかな、うん、まあまあこんなもんだよねっていう感じですね、うん、国境に関してはで、国境に関してはただもう僕が常々話しているまあ戦術でもあるんですけど、意外と2次やっぱり最近難しくもなってきてるんで、うん、まあ共通テストの点数がいいやつがこう受かりやすいなという傾向にはあって、なんか共通テストってちょっとこう前座みたいな感じで思われがちなんだけど、国境受かったやつらの得点配分を紐解いてみると、やっぱ共通テストで点が良かったやつが受かってて、で意外とね後期のまあ出来具合の感じ、うん、
まあまあちょっと見てみないと分かんないけど、あんまりなんかそんなにこう差がついてるような感想をもらってないから、できなかったというより、まあ意外とまあまあいけたかもしれませんみたいな感じだと。まあ今年難しかったけど、難かったね。でもまあそれってまあ感想の感じが同じようなもんなのよ。だからまあ意外と共通テストに鍵があるかなっていう戦略が効いたかなという印象。そして文学部とか教育になってくるんですけど、文と教に関してはまあやっぱり文校より文の方が受からせやすい。過去に僕が動画で話してたように、もうなんか8割突破しないと受からないんですよみたいな時、ああいうのはまあちょっとこう置いといて、今年がどうだったのかまあまあちょっとね分かんないんだけど、でも多分今年ね、文学部まあある程度競争の激しさはもちろんあるんだろうけれども、バカみたいな事態にはならないんじゃないかなと思ってる。バカみたいな事態になってることあるじゃん、俺たちの過去の動画見ててもマジかみたいなさ、争点が必要になる時、そういう時ってね、合格者数が分かりやすく減るんですよ。なるほど。だから早稲田合格塾としては、ある程度早稲田入試がそれなりの難しさを持ってくれてる方が生徒が通るっていう傾向にあるんで、だからやっぱり差がつけられるというか、なのでそこは文学部の方がなんか文校よりはやっぱり受からせるのが結構できるのかなっていう。ああ、じゃあ今年文校よりも文学部。ああ、もう明らかに、明らかに、明らかに。で、あとは4技能試験、はい、俺の動画で4技能試験で受けるっていうやつがガクッと減りました。あ、なるほどね、はい、うちの塾ではね、はい、はい、っていうところで、教育に関しては、まあこれはね、今年かなり補欠合格が多い。へえ。なんかもうちょっとね、通してあげたかったこともあるんだけど、この撮影をしている日の段階で何人ぐらい来てたっけな、教育受かりました。結構教育は受けるやつも多いからまあまああるんだけど、法学部と同じぐらい10人ぐらいの合格連絡が来てるんですよ。だけど和製法の10人と教育の10人って意味が違うんですよ。母数も全然違う、ね、そうそうそう。だからもうちょっとなんか例年の感じだと教育受かっててもいいんだけどなと思うんだけど、その分補欠合格がむちゃくそ多いんで、ね、まあどれくらい繰り上がるかなっていうところでちょっと今考えてる感じですね。今回はね、まあ英語が難かったんでね、英語クレイジーだったみたいですね。本当に難しかったんで、あのね、受かった奴らも英語半分ぐらいしか取れなかったんだけど受かりましたとか言ってて、これ結構珍しいんですよ。早稲教の出来具合って早稲田教育に限らずですけど、3科目ともそれなりにできてないと受からないのが近年の早稲田のあり方なんだけど、今回ね、結構教育は英語なんか半分とかそれ以下とかでも受かりましたっていう。そうそうそう、今までね、一番ね優しかったって言って、去年ガンと難しくなって、今年またガンね、まあでもね、森哲ちゃんのせいですよ。そんなわけないから。でもさ、俺ワンチャンであると思うよ。ないかな、ないない、本当に。いや、彼らはちゃんとデータ見てるんで、うん、僕なんかよく詳しいデータを見てるんで、だから、あ、これ難しくしとかなきゃいけないなとか分かってるんです、絶対。まあそうだよね。これ自分を高く見積もるつもりはないんだけど、なんと早稲田文と文校もね、あの4技能試験合格の合格者数の枠を広げるんですよ。へえ、なるほどね。要するにこのさ、アドが取れない4技能利用枠っていうものに違和感を感じて、やっぱり改善に走るんですよね。あ、そうだろうね、やっぱり。そういうのも気づいてますよね、向こう。そう、ちゃんと見てるんですよね、データをね。だからね、平均点がとかっていろいろ言ってきますけど、めっちゃできる人とできない人がバンって差がついたって、それ平均点はこう出るだけなんで、平均点だけじゃ分かんないですからね。そう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 、平均点が下がったから難しくなったんだとは言えないから、そうそうそう。で、理工に関してなんですけれども、今年は微妙だな。そう、なるほど。まず例年通りだったところと例年と違うところってのがあって、例年通りな点に関してはやっぱまあ明治理工とか東京理科大とか、ここあたりにはね、もうほんと9割方の生徒通してあげられるんですよね。いやもうね、だけど早稲田理工の壁がね、今年は去年よりちょっと少ないですね。なるほど。合格者数は去年の方がまだ受かってない。英語に関してもね、やっぱね、大問一めっちゃ難しくなったんでね、また難しいの戻ってきたんで、あんだけ予備校で答えが分かれるっていうのも早稲田理工以外ないので、いやすごいなと思いましたね。続いて小学部、はい、早稲田小学部に関してはまだ集計がちょっと全然済んでないんですけど、補欠結構多いからね。あ、そうなのよ。で、ただそれ以上に例年と比べると一昨年とかの方が補欠合格結構多くて、まあ去年から補欠合格の数はある程度少なくなってきたんですよね。あの、というのもこう最初にドって合格取ってくれるようになったから、数学受験と社会科受験が分かれて、で、数学受験と社会科受験が分かれたことによって、社会科で受けるやつってもうガチの早稲田組なのよ。で、ガチの早稲田組の殴り合いになったことによって結構合格者数が1割ぐらい増えたんですよ、うちの塾の早稲小って去年。で、それが何を意味するかっていうと、やっぱり今まで誰に食われてたかっていうと、東大とか
京大とか一橋とかの滑り止め軍団にうちの受講生たち食われてたんだなと、うん、でだけどそいつらとの戦いがはっきり分けられるようになったの、ね、はいはいはい、でガチの早稲田志望者同士の殴り合いになったことによってその中では勝てるみたいな構図が出来上がってきて、うん、だから結構その分1割ぐらい増えたのかなっていうところがあって、まあ去年と同じぐらいな感じで言えばまあ十数人ぐらいは合格が出るんじゃないかなと思いますよね、うん、そうですね、まあ、分かれてるんで簡単だったって人と難しかったよっていうので、うん、まあ記述をねいかに早くやるたり捨てたりしたかによって、うん、まあ、まあ感想は分かれるかなっていうところだと思いますけどね、はい、そして整形は、あでね整形ね今年ね受けた人がねいない、あなるほど、整形なし、うん、今年は整形なし、はい、受けた人がいない、はい、じゃあ人科とかスポカ、人科スポカですね、で、スポカはまだ出てなくて、ね、ま、で人科に関しては、まあ、これも例年通りっていうところなのかな、うん、まあそうね、どうだろう、人科の人数がどれぐらいになるか、人科が一番読めないんですよ、なるほどね、人科が一番読めなくて、まあ、でも今合格の数が来てる感じで言うとこれちょっと言っておいた方がいいかもしれなくて、社学の合格ちょっと僕まだ聞いてないんですけど、例年の感じでいくと商社人科この3つの受験はどうやら相性がいいらしくて、ほうほうほう、なんかね人科受かったやつは商とか社とかも割とどっちか片方は取ってきたりすることってまあまああって、うん、で確かにねなんかちょっとこう分かる気もしなくもないんですよね、うん、なんか問題の感じを見た時に、特に人科の国語とかで点数がいいやつなんかは社学の国語とか満点近く取ったりするので、うん、なんか結構効くんですよね、じゃあ社学が来た時にまた、まあ、また分かる、はい、うん、でまあ、人科に関しては多分だけど、まあ、今のところの感じでいくとここからまだ報告が、ね、バシバシ来て補欠合格なんかも出たりとかすることも加味すると、まあ、こちらも小学部と同じぐらいの人数十数人ぐらいになるんじゃないかなという印象ですかね、はい、じゃあまた社学の結果が出ていろいろ補欠も揃ったらまた動画、うん、そうですね、また撮りましょうかね、はい、まあ、ちょっと取り急ぎ速報みたいな感じですかね、はいはい、ということで早稲郷の、うん、はい、速報です、結果速報、森田先生にね感謝してる人も多かったよ、ありがとうございます、めっちゃ良かったですみたいな、最高ですって言ってた、あ失礼した、ぜひでは概要欄に貼ってありますので早稲郷ですね見ていただければと思います、はい、今年もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、 Thank you for watching。